皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。俳優の草なぎ剛さんが主演する来年1月16日スタートのガンテレフジテレビ系月10ドラマ罠の製造。追加キャストとして小沢幸雄さん、宮沢恵麻さん、坂口涼太郎さん、玉木雄貴さん、白鳥春人さん、飯田喜介さん、田口博正さん、本田博太郎さんが出演することが発表されました。銭の戦争、嘘の戦争に続く戦争シリーズ第3弾、罠の製造。愛する家族を傷つけられた代議士秘書、鷲津透、草薙さんが知略を尽くして、鮮やかな罠を仕掛け、悪しき政治家を失脚させる復讐劇です。草薙さんのほか、井川遥さん、杉野陽介さん、小野花凛さん、高橋克典さん、片平渚さん、岸辺一徳さんの出演がすでに発表されていました。今回出演が発表された、小沢幸雄さんが演じるのは、高野智。民政党幹事長、鶴巻健一、岸辺一徳さんの派閥、鶴巻派に所属する代議士。鶴巻と盟友という父親から地盤を継いだ二世議員であり、鷲津草薙さんとは、旧知の中で、鷲津が永田町で信用できる唯一の友人です。鶴巻健一役、小沢幸雄さん、コメント。自分が演じさせていただく高野という役は、草薙さん演じる鷲津の同期で、将来を期待されている二世政治家。鷲津には特別な親近感を抱いている。その気心知れた鷲津からの頼みで、ある事案を調べることに。しかし、調べれば調べるほど、その闇の深さを知るようになり、権力振りかざす奴と戦いたいなら、お前も力を持て。永田町に不満があるなら、お前が変えてみろよ。この高野の言葉の意味するところとは、お楽しみに。宮沢恵麻さんが演じるのは、有段者、週刊新時代記者、熊谷幸。大手新聞社からは常に、一段低く見られる週刊誌の担当ですが、強い姿勢で、政治家たちの記事を書きます。鷲津とは、徐々に共闘する関係となっていきます。熊谷幸役、宮沢恵麻さん、コメント。週刊誌記者の熊谷幸は、鷲津の味方なのか敵なのかわからない、つかみどころがない女性に映るかと思います。いいネタのためならば、容赦のない仕事至上主義なドライさと同時に、彼女なりの正義や使命感を持って仕事に向き合っていると想像できる瞬間もあり、腹の底が見えない感じが、復讐劇の一つのスパイスになったら面白いなと思っています。権力を監視し政界を見つめ、報道する立場で、どう鷲津の復讐と絡むのか、台本をいただくたびにワクワクしています。坂口涼太郎さんが演じるのは、貝沼瑛太。犬飼大臣、本田博太郎さんの第二秘書。飲み会にも積極的に参加する体育会系のノリで、虻川、田口博正さんや犬飼大臣、その息子の俊介、玉木雄貴さんからも気に入られています。貝沼瑛太役、坂口涼太郎さん、コメント。銭や嘘にまみれた日本政治の罠を、視聴者の皆様と共に見抜き、現実社会さえ変えていければ幸いです。暴力ではなく、理性で挑む戦争の行方を、どうか最後まで見届けてください。玉木雄貴さんが演じるのは、犬飼俊介。犬飼大臣、本田博太郎さんの息子。親の後を継ぎ、ゆくゆくは地盤を受け継ごうとしています。秘書として、犬飼事務所にも出入りしていますが、ほとんど仕事をしていません。犬飼俊介役、玉木雄貴さん、コメント。巨大なものに挑むことは、計り知れない力を要すること、その作品を描く草薙さんをはじめとする、キャスト、スタッフの皆様の思いを、現場で感じ、鼓動が高鳴りました。
その熱い思いが届くよう、シリーズ第3弾となる今作、微力ながらも、犬飼俊介として精一杯努めてまいります。様々な思惑、思いが交錯する濃厚な罠の時間をぜひ。白鳥ハルトさんが演じるのは、鷲津大輝。トールとカナコ、井川遥さん夫婦の息子。何者かに歩道橋から突き落とされ、瀕死の重傷を負ってしまいます。鷲津大輝役、白鳥ハルトさんコメント。初めての連続ドラマ、レギュラー出演が戦争シリーズということで、すごく光栄に思います。草薙さん、井川さんの息子役を演じることに幸せを感じつつ、お二人の演技を間近で見て勉強させていただいています。僕も、鷲津ファミリーの一員として頑張ります。飯田喜助さんが演じるのは、猫田正和。内閣総理大臣、竜崎はじめ、高橋克典さんの政務秘書官で、常に竜崎と行動を共にしています。猫田正和役、飯田喜助さん、コメント。総理秘書官として、猫のごとくしなやかにすり寄り、気に入らなければそっぽを向く。背後から忍び寄り、狙った獲物を俊敏に捉える。政治の世界で、どのような選択をし行動するのか、注目していただけたらと思います。田口博正さんが演じるのは、虻川勝二。犬飼大臣、本田博太郎さん言いなりの政策秘書。同じ議員秘書である蛍原理恵、小野花凛さんに公然とパワハラセクハラをしています。虻川勝二役、田口博正さん、コメント。今回演じさせていただきます。虻川という男は昭和という時代の遺物であり、今の世の中では通用しないような男。しかし虻川自身はそれを必要悪だと思っていて、常に苛立ち、怒り、気持ちを発散させています。ですので、一日の撮影を終え、私生活に戻ると、毎回ヘロヘロに疲れ切ってしまいます。役とはいえ、女優さんにパワハラ、なかなかきついものがありますが、そんな複雑な思いを込めてやらせていただいていますので、ぜひ、皆様にご覧になっていただけると嬉しいです。本田博太郎さんが演じるのは、犬飼康介。鷲津が仕える代議士で、鶴巻派の内閣府特命担当大臣。面倒なことや失敗は、すべて秘書に押し付け、手柄だけは自分のものにして、のし上がってきました。犬飼康介役、本田博太郎さん、コメント。志の高いチームで、心地よい風が吹いています。楽しく弾んで演じてます。面白い、インパクトのある、ドキリとする作品になると思います。どうぞご期待ください。罠の戦争、2023年1月16日スタート。とっても待ち遠しいですが、放送に先駆けて、12月16日から1月31日までの期間限定で、銭の戦争と嘘の戦争が TVer で無料配信されますので、こちらもお楽しみに。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。